黒板には何枚かの紙が貼られていた。僕はバカ真面目に一つずつ発音してやる。こんな煩わしい授業いつまでやればいいんだろう。起立、礼、再陳。僕が聞いてほしいのはそんなことじゃない。知ってほしいこともそんなことじゃないんだ。注がれるキーの視線が怖い。線引きが怖い。でも一番恐ろしいのは化けの皮を剥がした素顔を誰にも知られずに死んでいくことだ。打ち立てた壁の扉にいくつも錠をかけてみたら随分苦しくなってしまった。いや、こんなの悩むこと自体がバカらしいじゃないか。怖いなら顔を変えればいい。変面師のように次々に。ああ、しまったな。均等に隠した仕込み刀がバレてしまう。まあ武教の世でもなければさまつなことか。おお、これは A 君ですね。まあなんか最近あんまりよく見かけないことが多いですけど、ほら2月違う8月23日もそのようですね。あれ、今日も A 君いないのね。お前らはいっつもそうだ。何かあると行方をくらまして。じゃああれかな、 A ちゃんも何か考え事かな。あー、そういえば僕しばらく会っていないような気がする。あー、お前はな。そうかもな。何何、わけあり？わけってほどでもないが、 A もガキンチョみたいなところあるからな。ま、あいつが猿沼にいるのは珍しいことでもない。昔は儀式から逃げ出してよくあそこに隠れてたな。ああ、なんかそういえば猿沼に釣りに行ってるみたいな話してましたね。そうなの？なんだか意外ね、真面目そうなのに。意外？意外なのかな。別に意外じゃない。不真面目だから逃げるわけじゃないんだ。あいつは人間嫌いなんだ。だからああやって人間が集まる場所が嫌いなんだよ。本当はな。この頃は生真面目になりすぎて行かない方が心臓に悪いらしいが、自分に鞭が打てるところは本当に偉いな。尊敬する。人酔いするってことかしら。だね。 A ちゃんって基本的に人見知りだからさ。ああ、僕も結構人見知りだけど、縄田屋くんはもっと上だと思う。もっと？え、そんなにひどいの？美花ちゃんなんかいい例だよね。私？美花ちゃんは A ちゃんに嫌われてるかもって思ってるでしょ？うん、嫌われてるかもっていうより完全に嫌われてると思うわ。俺たちも最初はそんな感じだったからな。へえ。あれはいつ頃だったか。小学校の低学年くらいの時だな。そうそう、私なんか綺麗な子がいるって聞いて喜び勇んで見に行ったらめっちゃくちゃ嫌われたもんね。なんか小町ちゃんのそれは想像つくわ。お前は推しが強すぎる。誰でもビビるだろ。そうかな。あいつ家のことでいろいろあってだな。ガキの頃は家に閉じこもりっきりだったんだ。あの家はだんだらじゃ比較的最近できたよそ者で、風当たりも強かった。へえ。だからまあ A もそういう環境にいる間にすっかり高反発な性格に。そういえば前にゆずるさんが A 君は道徳教育でも別の扱いされてるっ
って言ってたような。これ美花ちゃんに言ってもいいのかな。やめておくか。あいつ今は主に交わってるつもりなんだろうからな。それはともかくとして、 A はどうやらうちにこもりすぎたせいか、慣れてない人間には高圧的な態度をとる。自分が優位にいないと気が済まないような。なるほど、それで風当たりが強いわけね。だが幼かりしは俺はなんだか頭にきて、一回こいつは敗北を知らないといけないと強く思った。強く。だから俺は殴り合いで決着をつけることにした。発想が荒々しすぎる。殴り据えてワンワン泣かした。かわいそう。でも、あ、間違えた。でも不思議なことに、本当にそれで二人とも仲良くなったよね。なんでかな。 A ちゃんはどう思ったんだろう。A はもしかすると生粋のマゾヒストなんじゃなかろうか。え違うと思うわよ。お前もし A に少しでも好かれようと思うのなら、あいつを任すしかない。拳を鍛えろ。今や我が方は戦後ではなく戦前なんだからな。何事も無駄はない。鍛錬するんだ。何言ってんだこいつ。もしかして宗行くんが喧嘩で殴り合いを推奨するのって A くんの成功例があるからなの。そうだね、野蛮だね。殴り合いで解決するって僕にはちょっと理解できないな。それと美花、お前にはもう一つ問題があるかもしれないな。え、何？え、問題？もしかすると A にあれこれ質問したり、むやみに近づいたりしたんじゃないのか？ぎくり。ええ、そうね。私、みんなのことよく知りたくて、いろいろ質問しちゃうの。A にとっては、それは毒を混ぜた餌みたいなもんだな。他人にはめっきり興味のない男だが、自分のことは知らせたくてたまらない。そういうやつなんだ。ところが関わろうとすればするほど、距離を置いて、幾重にも壁を作る。むずっ！なんだか厄介な人ね。厄介。そうだな。厄介という言葉は一番当てはまるだろう。あいつに対して中途半端な興味は双方にとって良くないんだ。一切興味を示さないか、壁をぶち抜いて興味を持たせるつもりでとことん暴くか、そのどちらかに すべきだな。バカみたいな話だが、中途半端に関わると苦しむのはあいつなんだ。おそらくだが、お前への態度に出てるのはそういうことだろう。もし構い尽くす気がないのなら、これ以上触らないでやってくれ。これはあいつの親友としての頼みだが。そう、じゃあ関わり方を考えないといけないわね。私は A ちゃんと仲良くできる人が増えたらいいなって思う。美花ちゃん、任そう A ちゃんを。完膚なきまでに叩きのめせ。マジか、お前な。ここって物騒な人が多いわね。とはいえ私としても、人に嫌われるよりは好かれている方がずっといい。別に嫌われたって構いやしないのだけど。まあ気になるよね。もしかしたら迷って しまうかもと思っていたけれど、猿沼らしき場所にたどり着くことができた。確かにここはなんというか神聖なものがありそうな、そんな雰囲気。私は A 君の姿を探していた。どうしてここに来たのか、それは一つに、どうせなら夏の間に打ち解けて帰ろうという魂胆だった。改めて思ったけれど、
やっぱりうずねを残したままここを離れるというのは気持ち悪い。もし嫌われてしまったままだったら、次に会うまでずっと憎まれることになるかもしれないし。やだよね、そのモヤモヤ抱えて離れていくの。本当にここにいるのかすら確信が持てないままだったけれど、彼の姿は案外すぐに見つかった。考え事をしているというよりは、なんだか気の抜けたようなぼんやりした顔で釣り糸を垂らしている。本当に釣りしてるんだ。むしろ何も考えてはいないような風体だ。風体かな。何か釣れた？何？びっくりした。彼はどれほどぼんやりしていたのだろう。すぐ近くに行くまで全く気づかれることはなかった。 A 君がここにいるかもしれないと思って来てみたんだけど。いや、ここまで来るとは思わな。その僕、何やら言いよどんでうまく言葉が出ないようだ。なんだかいつもの彼らしくないと思った。それほど気を抜いていたのだろうか。それから A 君は黙りこくってしまう。彼から話をつなぐことはもうないと思ったので、早速ながら本題を切り出した。今日は A 君を任しに来ました。いきなり何？私は A 君と仲良くなりたいから。さっぱり意味がわからないよ。これ何かわかる？私はそこで二つの機械を取り出した。これはゲーム機で、千春君が名画座に持ち込んでいるもののようだった。勝手に借りてはいるけれど、誰も怒られたことはないというので構わないだろう。ちなみにこれは小町ちゃんの入れ知恵だ。平坂のゲーム機。うん、喧嘩しなくてもこれなら勝ち負け決められるわ。なるほど。なんだかわかんないけど、それやったら帰ってくれる？じゃあわかった。それじゃあ早くよこしなよ。私は A 君に片方の機械を渡したのだけれど、巫女様がそれを興味ありげに覗き込んでいるのが見えた。あら、かわいい。なんだ、なんか下に書いてあるな。服って書いてあったのかな。なんだ？みなよ、誰？ニーハオ、私、みなよ言います。ダンダラの魂、慰めるよ。この子、おばあちゃん。ダンダラの人だよ。きっと、知らないのね。説明をするよ。山から5枚の札を取って、伏せるよ。好きなのを選んで出すよ。札にはお話の名前書いてあるよ。名前の文字の多い方が勝ちだよ。3回勝負よ。わかった？それでは、札を配ったよ。どれをめくる？おお。じゃあ1枚目。相手の選んだ札は、四季。しません書いた歴史書ね。数字は2だよ。あなたの選んだ札は、死後のなんとか。夢の旧作書いた小説ね。数字は4だよ。あなたの勝ちね。2戦目だよ。どれをめくる？じゃあ2枚目。相手の選んだ札は天竜矢と金曜かな？書いた武教小説ね。数字は4だよ。うわ、カッパ！やばい。芥川龍之介書いた小説ね。数字は2だよ。あなたの負けね。カッパの国は本当にあるのかしら？難しい感じ。最終戦だよ。どれをめくる？
勝てる？大丈夫？私勝てる札持ってる？4か。あ、相手の選んだ札は古今機関？白話小説集めた先週ね。数字は4だよ。お、やった！あなたの選んだカードは生のさ中に小川国を書いた小説ね。数字は5だよ。あなたの勝ちね。シンクーラー、この勝負あなたの勝ちだよ。やったすげえゲームだな。どうやどうやどうや、こんなもん運だろ。勝ち負けなんて決められないって怒ってる。そうかしら。でも一応勝ちは勝ちってことで。それで何企んでるの？企んではいないけど、あなたのことをもう少し知りたいなと思って。8月ももうすぐおしまいでしょ？別に教えることなんて何もないよ。あなたのことあえて詮索するみたいに尋ねてみるけれど、私あなたが学校で他の人とは少し違う扱いをされてるって聞いたの。だから何？きっとあなたの口からしか聞けないと思うし、どういうことなのか知りたいと思って。もし A 君が私の好奇心に付き合ってくれるならだけど。構わない。何も、みんな知ってることだ。隠すつもりもないし、言いたくないわけでもないよ。それじゃあ少しだけ話をしようか。僕の祖父は、祖母は中国残留孤児で、大陸で結婚して母が生まれたんだ。母さんは祖父母が亡くなって、父と離婚すると身寄りがなくなってしまって、それでまだ生まれたばかりだった僕を連れて、祖母の故郷である日本を頼ることにしたんだ。彼女の位牌と一緒にね。でも母は日本語を知らないだけじゃなく、祖母の故郷がどこであるかすらわからなくて、ついに祖母の家族も見つけることができなかった。どういうわけか母さんはこの地に流れ着いた。ダンダラ様が大陸から来たからなのか、ダンダラには稀に引き寄せられるかのように大陸からの移住者が来るらしい。ここの決まりでは大陸からの移住者は招き入れることになってるってさ。けど日本語も話せないし、金があるわけでもない。ほとんど村八分のような状況でダンダラでの生活が始まったんだ。へえ、なるほど。誰でも受け入れてくれるんだ。あの、他の大陸から来たらね。それじゃあお母さんはもともとここの人じゃなかったのね。そうだね。よそ者嫌いがよそ者だって笑う？笑わないわよ。あなたも努力したのね。言葉だって初めはわからないでしょ？ああ、母さんは今でも日本語は一つもわからないよ。僕は給付金で学校にも行けたし、宗行や小町がいてくれたりしたから日本語もちゃんと覚えたけどね。でも学校では僕は栗の屋の住民であるレッテルの他に残留孤児三世のレッテルを貼られることになって、童話教育はみんながやり玉に上がったけど、学校は残留孤児についての教育もこれ幸いと始めて、先生がいくつかの絵を印刷するんだ。それを中国語で言わされてクラスメートに復唱させたり、中国の玩具を持ってきてみんなに遊ばせたり、中国ごまとかね。あとわざわざ由比島の住民集めて水餃子作ったりとか。それで僕が母さんから聞いた話なんかをさせられて。大変だったんだね。何が楽しくて、家庭科でもないのに赤の他人とキャッキャ言いながら餃子作らなきゃいけないんだ。バカじゃなかろうか。僕はそういうの苦手なんだ、人前に出るっていうのが。そう、
もっと自信持ってもいいのにね。自信とかそういう問題じゃないさ。こんなもんでいい？ありがとう、十分。ところで、私はまだ嫌われてるのかしら？いや、別に嫌ってるわけじゃ。ちょっと苦手ではあるけど。おかしいわね。勝ったのに。なんだ、恥ずかしくなって服がついたのか？だからあんなの運だって。そもそも勝ったからって何なんだよ。宗行くんがあなたに好かれたいなら負けを認めさせた方がいいって。なんだ、あいつの差し金か。そうだ、そんなに白黒つけたいなら僕からも提案がある。僕のお願いを聞いてくれたらもう負けでいいよ。提案？何かしら？宗行の落とし物探してやってよ。もしかしたら気に入ってもらえるかもよ。君、あいつのこと好きなんだろ？いつも目で追ってる。A 君に気に入られるために宗行君に気に入られるの？なんだかこんがらがってきたわ。もっと簡潔にしない？悠長だな。もう1週間で帰るのに、なんか爪痕残そうとかそういう気概はないの？別にないけど。あっそう。どうして？どうしてって？いや、そうか。別にそんなこと知らなくてもいいわけだ。少しは私に興味湧いた？まったく。まあでも、それで A 君が認めてくれるって言うんならやってみてもいいわ。多分落とし物が見つかったって私には何の意味もないけれど。もしかしてそれって美花さんなりの自虐？そうかもね。私そこまで人に影響するような人間じゃないもの。だからあなたたちが相手してくれるだけで嬉しいのよ。影響ね。ついでに確認だけど、力いっぱい殴りつけられることが好きなわけじゃないのよね。A 君ド M 説。そんなわけないだろ。僕はほっといてもらうのが一番好きだよ。本当かしら？もちろん、僕は正直者だからね。こんなこと言うと変に思われるかもしれないけど、私、あなたの嘘がわかるの。そういうことか。嘘とかそういうなんか感情を隠そうとするときにこの服のマークが出てくるんだ。嘘なんて吐かないさ。そんなめんどくさいこと。それも嘘よね。ああ、もうやりづらいな。ごめんなさい。もう一つだけ質問いいかしら？わかったよ。好きなだけ聞きなよ。A 君はどうして猿沼に来たの？率直に言うと、君たちに会わないためかな。たちって？みんな？みんなってわけでもないけど、一人で考え事したい時もあるってこと。考え事というのなら、周囲の考察は当たっていたようだ。問題は、それをそんなに気に病んでいるのか、ということだけど、思うに、彼の考え事は多岐にわたるのだろう。それに、悩みの種を周囲に明かすような人でもないだろう。だからこそぼんやりして何も考えないようにしていたのだと思った。彼の場合、時間が解決してくれることの方が多いのかもしれない。わかったわ、ありがとう。それで何を探せばいいのかしら？あいつトラヤブで時計なくしたらしいんだ。トラヤブで？私この間直孝くんが落とした時計の鍵も探しに行ったわ。トラヤブって不思議と物を落とすところなんだよな。巾着切りをする妖怪がヤブに住んでるって聞いたことあるよ。ただの民話だけどね。そう、それじゃあ行ってみる。で、あなたは？え？
どうせ探しに行ってあげようと思ってたんでしょ。誰も見つけなかったらね。それじゃあ一緒に行きましょう。僕釣りしてるんだけど。わかった、行くよ。何を言ったわけでもないけれど、 A 君の顔を凝視しているとどうやら一緒に行く気になってくれたらしい。今すぐというつもりでもなかったけれど、彼は素直に道具を片付けて釣りを終わらせてしまった。仕向けたのは私か。釣りの道具を置いてくることになって、私たちは一度町へ戻ってきた。確かこっちだったわよね。え、あれ、美花さんって僕の家知ってたっけ？知らないはずだけど。そういえば私が彼の家を見たのは実際には夢の中だった。あの、猫としてかな。しかしながらその場所は夢の中と変わらず当たっているようで、あれはやっぱり夢ではないのだろうか。妙な感覚だ。なんて書いてあるのかわかりませんけど、多分中国語。こんにちは、お邪魔します。ニーハオって言ってるのかな。あ、にゃ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 、お茶いるって言ってるのかな。不要。あ、女って、女友達なのか、あの、彼女なのか聞いてんのかな。あの、 A 君。違うからね。何を話しているのかさっぱりわからない。あ、そうだった。これめっちゃ知りたい。後で翻訳しよう。宗行くん、どのあたりで時計を落としたのかしら。それがわかればね。本当にここで落としたのかも、あんまり信用できないし。でも、ここに来てたっていうのはあながち間違いでもないかもしれないわ。こないだヘクソカズラの花をくっつけてたの。それじゃあ可能性はあるってことか。あの人、時計なんてしてたかしら。いや、あいつが持ってるのはポケットウォッチなんだ。懐中時計ってやつ。多分何か約束があって時計を見る必要があったんじゃないかな。なるほど、随分おしゃれなものを持ってるわね。確か父親にもらったって言ってたかな。彼、お父さんが残したものとても大切にしているみたいね。部屋にあるレコードプレイヤーも捨てられないって言ってたわ。そうだね。あなたは自分のお父さんの顔を見たことがある？それがないんだ。父さんの写真は何も持ってこなかったらしいから、今さら見たいとも思わないけど。美花さんはそういうのあるの？ご両親が残した大事にしてるもの。聞いていいのかなっていう気持ちになるよね。そりゃ両方ともなくなってるんだもんね。 A 君は私から少し目線を外して尋ねる。なんというか、彼は私に質問するとき、いつも決まり悪そうだ。それは、私、遺品とかまだちゃんと見てないから、親不孝かもね。ま、そうか、そうだよね、ごめん。でもきっとあると思うわ、私たちの思い出のもの。でもなんというか、これから思い出が増えることはないって思うと悲しいわね。珍しい。でも仕方のないことね。いつかはちゃんと割り切らないと。大丈夫だよ、きっと。うん、ありがとう。宗行くんは時計探してみたのかしら。探してないかな。あいつ気にしてないように振る舞ってるというか、僕に探させないように気にしてないようなこと言ってたから、優しいのかな。探させないように。宗行は人を頼るのが嫌いだからさ、
助けようとすると余計なことするなって怒るしね。だからまあ、もし見つけたら君が届けてよ。それじゃあ私怒られない？気に入られるなんて難しいかも。でも時計が宗行の手元に戻れば君だって嬉しいだろ。あいつの大事なものなんだから。そうね、それはもちろん。人を頼るのが嫌いってなんだか辛い性格ね。それは僕たちのせいでもあるのかな。前ほどあいつのことを頼らなくなったから、なんかこう焦ってるような気持ちがあるんじゃないかな。宗行が病院に放り込まれてから僕たちは昔ほど宗行を頼れなくなったんだ。それはあいつにとって大小あるにしろ壁であり溝だったんだろうな。でも仕方ないじゃないか。僕たちは頼りすぎちゃったんだ。これ以上あいつを困らせるわけにはいかない。でも宗行くんはみんなを助けたいのよね。前からおせっかい焼きだったけど、そんな奇妙なことを頻繁に言い出したのもあれからだったかな。はじめは何言ってるか分かんなくてびっくりしたけど、僕たちは必死にあいつの見てるものは病気のせいなんだって教えようとしてた。それは迷惑を被った文句とかそんなもんじゃなくて、世界がおかしいわけじゃなく病気のせいなんだから安心していいって伝えたかったんだ。でも宗行にとっては自分の見えてる世界にしか現実はなかった。僕たちだって自分の見てる世界が現実じゃなくて芝居や映画や夢の世界だったとしたら、そんなの絶対信じられないじゃないか。あの頃の僕たちは必死だった。必死だったからこそそんな当たり前のことにも気づけなかった。世界は何も変わっていないんだって理解して安心してほしかった。結果としてそれが宗行を追い込んでしまったのかもしれない。だとしたらどう償っていいのかわかんないよな。病気だもの、誰にも責任はないと思うけど、あなたにも他の誰にも。どうかな。このことって今は触れちゃいけないタブーだと思うんだ。だからみんな口をつぐんでる。刺激しすぎると悪くなるのを知っちゃったから。その緊張があいつにも伝わって、この伝染した緊張が自分のせいだと思って苦しんでるんだろうな。きっと昔みたいに何も考えず一緒にいて遊んで、みんなそういう風に戻りたいはずなんだ。でももう子供でいる時期もそろそろ終わっちゃうだろう。いつまでも遊んではいられない。なんだか泣きたくなるな。わあ、なんかすごく辛いことを言っている気がする。 A 君はこういうことってきっとさじ加減が難しいのよ。だから悩むのも仕方ないことよ。人間ってそうやって折り合いつけながら生きていくのもなんじゃない？とか適当なこと言ってるけど。適当って言っちゃってるから。それ、まあね、私って基本何でも適当なの。場当たりで思ったこと言うだけよ。でもあなたがそうやって悩んでること話してくれるの嬉しいわ。ああそうか、なんかいつの間にかちんたら喋っちゃったな。そんなつもりじゃなかったのに。まあ悩んでるのはそれだけじゃないけどさ。何？言わない。そう、それじゃあ続きは今度ね。続きなんてないよ。あら、あったの？あ、違った。巫女さんね。巫女さん、あれは確か直孝くんのことをしきりに見ていた巫女の魂だ。彼女は A くんのことは一切見ようとしていないのだけれど、何か足元を見下ろしているようだった。私は恐る恐る近づいてみる。彼女の姿は近づくほどに薄れて、その場所にたどり着く頃には
すっかり何も見えなくなっていた。時計あった。懐中時計が落ちていた。それを拾い上げる。私はなんとなくここに至るまでに思ったのだけれど、巫女の魂は五十鈴が言うように悪い霊ではないのだとなんとなく感じ始めていた。ここの人々は霊魂の気に泣かてられている。でもただそれだけであって、彼女は時計のありかを教えてくれたのかもしれない。きっと彼女たちはこのダンダラを見守っている存在なのだろう。私はそう解釈することにする。その方が怖くないからと言ってしまえば身も蓋もないのだけれど。それこれがそう？これで合ってる。よく見つけたね。やっぱり A 君には誰の姿も見えなかったらしい。時計にまとわりついた土を軽く払う。これは私たちのどちらかが渡した方がいいのだろう。あ、どちらが渡した方がいいのだろうか。うわー、セーブしよう。まあ今回はちょっとキリもいいのでここまでにしたいと思います。どっちにしよっかな。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。